私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はコロナウイルスは浦島太郎の玉手箱という報道がありました。そしてワクチンでも同様な症状が起きるのかについて考察し、老化と酸化ストレスに関係についてもお話をします。このビデオの要旨は、コロナウイルスは浦島太郎の玉手箱という報道がありました。それはなぜかというと、高齢者の重症化で急激に20歳ぐらいの年を取ってしまうということなんですが、ワクチンも玉手箱の可能性についても考察します。加齢と酸化ストレスの関係、そして酸化ストレスを下げるにはについてもお話をします。皆様ご存知のように、浦島太郎の玉手箱というのは、助けた亀に連れられて竜宮城からの帰りにですね、玉手箱を乙姫様にもらいます。そして開けるなと言われてたんですが、開けた途端に、白髪のおじいさんになってしまったという伝説ですね。これは欧州でパンドラの箱という大きな疫病がたくさん入った箱があって、それを開けて疫病が広がるというのに少しお話が似ているかもしれません。さて、これは7月31日の報道ですが、感染すると突如20歳老化する新型コロナは、浦島太郎の玉手箱ウイルスということで、日本医科大学の北村教授が警鐘を鳴らしています。北村氏は、20代の健康な若者にすればただの風邪なんですが、60歳以上が感染した際の症状の悪化する度合いはですね、突如年齢が20歳高くなるようなイメージということで、浦島太郎の玉手箱ウイルスと言ってもいいと指摘されています。こちらは、昨年出た論文ですが、酸化ストレスはコロナの重症度に関連するという論文で、こちらで ROS と書いてありますのが酸化ストレスのことで、コロナ感染すると酸化ストレスがたくさん出てサイトカインストームを起こして重症化するということが明らかになっています。さて、では酸化ストレスは通常どこから出るのでしょうか。我々の体の中でエネルギーを作ってくれているミトコンドリアが酸素を消費するんですが、少し余った酸素が酸化ストレスの元になってしまいます。そして酸化ストレスの最終産物2つを紹介しますが、1つは過酸化水素で洗濯用の漂白剤、もう1つは次亜塩素酸ということで、コロナの滅菌とか消臭に使われているものです。これらの2つのものは我々の体の中でもともと作られていてですね、例えば体の中にウイルスや細菌が入ってきた時にですね、白血球がそれを飲み込んでそれを破壊する時に使います。ですから感染があって炎症があるというところには、漂白剤成分があると言ってもいいかもしれませんね。でも考えていただければ分かるんですが、血液の中で漂白剤成分が増えるということは、全身で炎症が起きていろいろな不都合が起こってしまいます。さて、生物の寿命は活性酸素種の発生によって決まると言い切っておられるのが、私の共同研究者クリスチャン・アマトーレ博士で、フランスの学士院の会員で、2回のレジオン・ド・ヌール勲章を授与されています。ある時、我々地上に生息する哺乳類、犬、猫、人、馬、牛ですね、ゆっくり年老いて年寄りがいると、鳥の年寄りを見たことありますかって聞かれたんですが、回答を聞くとですね、鳥は空を飛ぶために筋肉を猛烈に使うんですが、その時に酸化ストレスが大量に出ます。そして一定の年齢までその酸化ストレスを打ち消す能力があるのですが、ある年齢になるとそれがストンと下がってしまう。そうするともう鳥は飛べなくなって、餌が取れなくなって死んでしまうというお話を教えていただきました。さて、こちらの論文はコロナによる ARDS の病態、高齢化社会への対応という論文で、この重症のコロナ感染はですね、ウイルス性肺炎による ARDS を起こすんですが、 A 型インフルエンザの肺炎でもよく見られる状況であるということで、いろいろなファクターを勘案してですね、高齢化と重症化しやすいコロナとの関連を説明できる老化の特徴を探ったという論文です。わかりやすい図がありますので、それで説明します。まず加齢によるコロナの重症化の素因というものはですね、まずこの左の
免疫に関する制御性 T 細胞の修復機能不全ということで、これは何が起こるかというと、エネルギーを作るミトコンドリアが働かなくなります。そしてエピジェネティックな変化で、エピジェネティクスとはですね、一般的には DNA 塩基配列の変化を伴わない細胞分裂後も継承される遺伝子発現のことなんですが、それが変化してしまうということですね。そして次は軽度の炎症ですが、これは細胞間伝達の変化ということで、炎症性物質がたくさん出ることによってですね、細胞間ダメージを受けます。さて最後はこれも免疫に関連しますが、単球の機能不全とナイーブ T 細胞の減少ということで、これが起きると細胞が直接老化する。そして生命の回数圏と言われるテロメアが減少するということで、寿命がどんどん短くなるというような現象が起こるというふうに指摘されています。さらにですね、こちらの論文は、コロナ患者の症状悪化に対する加齢の影響という論文で、加齢はコロナ疾患の悪化に影響を与える重要な要因である。そして老化や変性は臓器機能の低下につながる。高齢者の慢性肺疾患、心血管疾患、糖尿病などの基礎疾患は高い死亡率と関連するということで、加齢とコロナウイルスの受容体との関連性、加齢を主な要因としてコロナ患者の臓器における悪化のリスクに焦点を当てています。そして加齢に伴う免疫系や臓器の構造的生理的変化、糖尿病に伴う変化についても考察し、コロナ患者の悪化の最も可能性の高いメカニズムを推測するという論文です。こちらが、この論文に載っていた図を和訳したものですが、あまり多いので、一部分のみ紹介します。一つは心筋障害、炎症性因子が上がって右心室の負荷が上がると書いてありまして、これが起こると心筋障害、不整脈、心不全が起こるということで、このワクチンを接種した後にでもですね、同様の心筋障害が起きているということは皆さんよくご存知だと思います。そして、もう一つは血管の老化、内皮機能低下、血栓形成、血管疾患と書いてありまして、それが何を引き起こすかというと、血栓性の微小血管障害とか、サイトカインストームの発生、全身性の血管内凝固というようなことが起こるということで、同じようにワクチンでもですね、血栓症や脳出血というのが起こっているというのは皆さんご存知だと思います。さてもう一点、紹介しますが、インスリンの異常分泌、そして末梢性のインシュリン抵抗性ということで、これは何が起こるかといいますとですね、代謝不全とここ書いてありますが、いわゆる糖尿病を引き起こすわけですね。コロナに感染してコロナ感染は治ったのだけれども、糖尿病が発症したという症例はかなり多くあるようですし、ワクチン接種をしてなぜかですね、急に血糖値があって糖尿病になってしまったという報告もあるようで、同様なことが起こっている可能性があると私は考えています。コロナに負けるなということで、酸化ストレスを下げるのが重要です。まず皆様でできることはですね、禁煙、大量のお酒を飲まない、それから肥満、糖尿病のある方は糖質制限をする、そして十分な睡眠をとり、精神的ストレスを下げるのも有効と考えます。またエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効だと私は考えています。現在新型コロナ感染後の後遺症、ワクチン副反応の症状に悩む方々へ、私の開発した抗酸化配合剤の無償提供をしています。該当される方はこちらの URL からお申し込みください。こちらが抗酸化研究室についての情報です。